鳥読んだかよ。あなた死ぬのか。何言ってんの、意味わかんねえ。何見てんの？なんだっけ、岡村さんじゃない、トリオンなの。ああ、そうそうそう、なんか不気味だよね。つうか、視界に入ってこない感じ。あいつの目、見たことねえし。確かに言えてる。やばちぃ、おお、来たー、おおせThank you.
お前まだいたのか。行け行ける頑張れ頑張れ頑張れ。死にたくないな。死にたくない。一人は嫌だ。私がキラ君に心を動かされてる理由は何なのか最近分かったんです。それは恋でした。迷惑ですよね。でもどうしようもないぐらいの孤独は私分かるから、だから私じゃダメですか？え？私、いじめられて人と目合わせるのが怖くて。だけど私、365日キラ君と一緒にいます。お前なんか知ってんの？おい、
したの急に。おかえり、ニノン。ただいま。パパ見て見て、ニノンちゃんイメチェンしたのよ。かわいいわよね。どうしたんだ、兄のは。まさか誰かにいじめられたんじゃ。うん、違うわね。青春の匂いがしたもの。うん、え？ずれっていうか、ずずしにも程がありますよね。キラ君の前で前髪を切るとか、何の嫌がらせだよって話です。すげえじゃんお前。何これ鳥？あのちゃん、今から鳥女って呼んであげるよ。いいね鳥女。で、髪見つけます。あんたらちゃんもいてくる。鳥は可愛いです。は？なんだよ鳥女。どうしちゃったの？私は気持ち悪いかもしれないけど、鳥は気持ち悪くないです。何それ？聞くんですけど。あいつの目見たことある？ないよ。キモいよね。おい、別にキモくねえよ。何も言い返せねえのかと思ったけど。すげえじゃんお前。ってぐらい嬉しい気持ちになったのは、いつか顔を見上げてキラ君をちゃんと見たいと思ってました。あんな顔を見たらその思いが溢れてしまったっていうか、私にも何かできるような気持ちになってしまったっていうか、でも暴走しすぎました。どうしましょう先生。すげえじゃん甘え。それはもういいですから。お行ってきます。行ってらっしゃい。せえよ。あのお前が言ったんじゃ。え？365日一緒にいるって。あの
れは嘘だったのか。いや、私の気持ちの嘘は、ただ私はそんなこと言える立場ではなかったと反省して。責任取ってもらう。いや、でも私と一緒に急がねえと遅刻すんぞ。はい。10月6日大変です。キラ君が私の隣にいます。至近距離にいるキラ君は遠くから見てるよりずっと背が高くてキラキラしています。おお、キラ、おい、おお、おはようございます。あれって岡村さん？え、あれ岡村？けどさ、なんか可愛くなかった？何これ？あの、これ鳥？うちの先生です。先生？こいつが？先生です。名前かよ。ミャ、ほっぺたかわいい。ミャ、はい。このほっぺのアイレスとトサカのリリスタ、先生はインコの中のインコ、私の師匠で友達なんです。お前もしかして動物好き？はい。まずは猿山だな。あの、いいんでしょうか。久々に入ってみたかったんだよ。私は週一で来てます。マジで？はい。どこに何があるか、トイレの場所もご案内できますから安心してください。じゃあよろしく。任せてください。あちらです。この動物園のちょうど真ん中にある猿山です。おい、この猿山は日本の動物園の中でも最も古い展示施設なんです。この猿ちゃんたちは青森の下北半島からやってきました。人以外の霊長類では最も北に生息しているため。お、ペンギンだ。こちらはケープペンギンです。アフリカ大陸に生息する唯一のペンギンたちです。顎の下に入っている黒いラインとお腹のゴマ状の斑点が特徴的なんです。うわ、何このでかい鳥。それはエピオルニスです。エピオルニス？はい、もう絶滅してしまった鳥なんですが、史上最も体重の重い鳥だったと言われています。この卵は鶏の卵の180個分もあるんです。お、ヤギの触れ合いコーナー。どうぞ食べさせてやってください。おお、おお、こうやってあげれば大丈夫です。おお、食った食った。おい、喧嘩しない、喧嘩しない順番順番、ほら喧嘩しない、順番順番。結構かわいいな。ここがクジャクのコーナーです。うわ、オスが羽を広げてるのはメスを交尾に誘うためです。ああ、交尾。羽の目玉のような模様が多いほどメスにとっては魅力的なオスということになります。複数のオスから求愛された場合、メスは目玉の模様が一つでも多い方を選ぶんです。お前動物博士じゃん。いえ、それほどでも。いや、すげえって。え？なんか俺
今かなり楽しいかも。いましたいました、あのくちばしの大きい子はアマゾン生まれのオニオオハシです。オニオオハシ、黄色や赤やオレンジで色づられた美しいくちばしを持っているところからアマゾンの宝石って言われてるんです。へえ。私実はこのオニオオハシがオカメインコの次に好きな鳥なんです。本当に美しいですよね。おい、オニオオハシ、かわいいな。はい。いらっしゃいませ。コインを入れてコースを選んでね。何やってんだ。ごめんなさい。よし、オッケー。すぐに撮影始まるよ。カメラを見てね。カメラ。あ、キラキラの笑顔だよ。キラさんってあそこの方の、心臓の病気ですって。ユイジ君、ニノンちゃんと同い年なのに。あと1年か、うん、やりきれないな。マジックタイム。え？魔法がかかったみたいに世界が輝いて見えるだろ。本当だ。キャラじゃないよな。全然。空とか動物とか。前は興味ゼロだったもんが、なんかしみるっていうか。また一緒に行きましょう、動物園。なあ、キラ君の大切な一日、1分、1秒を共有できるのが嬉しくて嬉しくて。でもキラ君と過ごせる時間はあと1年。結構楽しかったな。はい、今年一番でした。あ、なんかついてますか。いや全然、ていうかお前なんか見てねえし。すいません。ユイジ。おうね。久しぶり。そうでもないだろ。そうでもあるよ、ユイジ全然 LINE 返してくれないし。そうだっけ。だって誕生日どうすんのって聞いたってスルーだったじゃない。あ、頼りがないのが元気な誕生日か。昭和の頑固親父か。うるせえ。どうも。あ、はじめまして。こいつ岡村ニノ。彼女？違うけど。そうなんだ。矢作レイです。岡村です。
ユイジとは小学校の頃から同じ部屋で寝た関係。めんどくさい言い方してんじゃねえよ。だって本当じゃん。こいつ病気仲間。話したんだ病気のこと。まあ話したっていうか。へえ意外。っていうかレイ時間平気なの？あやっば。話はまた今度詳しく聞くから。別にいいし。じゃあ岡村さんまたね。あ、はい。バイバイユイジ。小学校の時から同じ病院に入院してたんだよ。そうなんですか。あいつあんな爆走できるくらい元気になったんだけどな。あのさ、はい、つまり聞いちゃうけど、お前らと付き合ってんの？え？あ、いや、キラーには聞きづらいっつ。違います。付き合うなんてとんでもないです。しなきゃですよね。一年に一度しかない誕生日なんですから。だから絶対勝つ。じゃあじゃあじゃあハンデちょうだい。ハンデとか何でしょうね。あのこれで計画立ててんの？キラ君には内緒でお願いします。何隠してる？おい、おい。これ作ってた時です。お、かわいいじゃん。キラ、お前最近趣味変わったのか？うっせえ、話しかけんな。ニノンって変わった名前だよな。フランス語で織物っていう意味なんです。糸が折り重なるみたいに大切な人たちと出会ってつながってほしいって父が。キラ君それ。ん？いや何笑ってんだよ。いやそこまでひどくねえだろ。お前ちょ見てみろ、ほら。お前笑うなよ。クリームを、うん
とうございます。感じになったじゃん。はい、これ喜ぶぞ。ドキドキです。皆さん来たよ。皆さん、すげーじゃん。皆さんありがとうございます。まあ暇だったし、どんなもんかな。え、これ全部岡村さん一人で。はい、すごい可愛いじゃん。え、こういうの逆に新鮮だな。お、それだ、言えてる。皆さんありがとうございます。クラッカーです。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ヤギさん、かわいすぎる。どうも、お招きありがとう。ヤギさん、ありがとうございます。お、岡村、どなたなのかな。ユイジの幼馴染的女子のヤハギレイです。俺、矢部かも。ユイジは？あ、もうすぐ来ると思います。ケーキ出すタイミングご頂戴よ。はい、はい、あの、レイちゃんって呼んで。ちょっと、あなた、ユイジのこと殺す気？ユイジはね、食事制限があって糖分控えなきゃダメなんだけど。あ、すいません、私全然わかんなくて。ユイジの体のこと忘れないで。はい、教えてくださってありがとうございます。おい、キラ来るってよ。はい、待って待って待って、すいません。はい、サンキュー。どうぞ、あちらの席へ。どうぞ。小学生かよ。はいはいはい、キラー。そうだね。よし、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 岡村は？あれ？帰ったよ。カラオケ苦手なんだって。まあ疲れたんだろ、あいつ超頑張ってたからさ。あ、いや、さっきの誕生日会もあいつが全部仕込んだらしいぜ。あ、そう、びっくりした。ほんとにびっくりした。結構すごいよね。いいじゃん、いいじゃん。いいじゃん。何が今よ。よくないよ。ゆいじくん。悪い、ちょっと。こんにちは。こんにちは。ちょっと見ない間にずいぶんイケメンになったわね。今日は本当にありがとね。え？ニノンのためにお誕生日会開いてくれるなんて。え？ニノンのお誕生日をお友達とお祝いするなんて小学校以来だもの。嬉しくて。夕べね、すごく楽しそうにケーキ作ってたのよ。あ、そうですか。これからもニノンのことよろしくお願いします。はい、じゃあね。
ないし。おーい、行くぞキラ。悪い、俺パス。は？おおおお、なんだよ。へえ、意外とお似合いかもね。何？行くよカラオケ。はい。キラいいの？おい、みんな行くぞカラオケ。いいよ。なんだよあいつ。誕生日ってなんで言わねえんだよ。キラ君笑ってたよね。これは失敗だったけど、勝手に帰ってんじゃねえよ。中学の時に入れた。ガキの頃から体良かったから、そう見られたくないって虚勢張って、どんどん道間違えてって、落ちるとこまで落ちたんだよ。ちょっと検査結果が芳しくないんでね。そのことも考えて薬の見直しを。キリ言えよ。え、先が長くねえならはっきりそう言え。いや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 い好き勝手やり放題で、けど何も満たされなかった。誰かと一緒にいても一人な気がして。
キラ君来てください、風邪ひいちゃいますから。だからあと1年って言われた俺の人生、楽しいことなんか何にもない、ただこのまま死んでいくだけなんだって、そう思ってた。お前が隣に来てからなんかわかんないけど気がつくと笑ってんだよ。いつも頭の中から消えなかった。病気のことも忘れられた。一人じゃないって思えた。なあ、俺まだ諦めなくていいかな。ここが動いている限り岡村、お前が好きだ。一緒にいたい、一緒にいたいんだ。一緒に、一緒にいます。365日ずっと。ハッピーバースデー、ニノ。聞いてくれ、こいつ俺の彼女になったから誰も触らないように。マジで？皆さんに三色丼と月見団子と豚汁を作ってもらいます。じゃあ5、6人
人のグループを作ってね。ニノ、ここ空いてんぞ。大丈夫？大丈夫です。いや、大丈夫そうじゃないけどさ。俺そっち持つよ。あ、大丈夫です。大丈夫大丈夫。大丈夫です。てかさ、明日の夕方からね、本のせいがあるんだけど。明日の夕方はちょっときつい。はい、ちょっと。ヒロ君どうしたんですか？さっきの男って誰？え、さっきって職員室の前歩いてただろ。仲良さそうに。ああ、図書院で一緒の B 組の。全然仲良くなんか。ここざわっとしたんだけど。え、体調がちげえ。え、キラ君、なんですか？カーテンの毛。え、遅くなりました。プレゼント、大したもんじゃないけど。ありがとうございます。開けてみてもいいですか？うん。かわいい。あったかいです。そっか。これ、私からです。お、手紙。知らない楽しいことでも。さあね。なんだなんだなんだ。何？え？12月24日。最近、愛おしいという言葉の意味が分かるようになった気がします。
一緒に帰ろうぜ。ああ悪い、ニノ待たせてっから。はあ、お前どんだけ岡村一筋だよ。なあやべえ、ん、いいもんだな彼女って。なんだよ今さら。今まで何人も作ってんだろ。いやそうなんだけどさ。ああもうマジ超つまんねえ、人のリア充話超つまんねえ。夢でもいいからこの時間が続いてほしい。ずっと。行ってきまーす。行ってらっしゃい。矢部くんが矢作さんのことを？らしい。じゃあ協力しないといけませんね。協力って何すんだよ。矢部くんの長所をアピールするとか。おう。こんにちは。二人付き合い始めたんだって。だからそう言ったじゃん。聞いてないんだけど。言ってねえし。ありえない。お前もいちいち男できたとか報告してこないだろ。私はいいよ。自己中。レイちゃん何にする？ミルクティー。オッケー。マスター、ミルクティー。お前ら意外と合ってるかも。でしょ。ないから。えいお待ち。えい、ありがとう。はいお待たせ、れいちゃん。いのちゃんはもうゆいじと寝たの？え、あ、いや、ちょ、れいちゃん、な、私はもう寝たよ。え、ほら、あ、私、用事があったんです。帰ります。あれ、あいつは？のろけ話撲滅運動実施中。れちゃん。ニノ、行くな。遊んだ女がいたのは認めるけど、レイとは何にもない。あいつは同志っていうか戦友だ。俺にとってレイは特別なのと同じように、あいつもそう思ってくれてると思う。今までずっと病気の話あいつにしかできなかったし、っていうか今の俺にはお前しかいねえだろ。分かった。でも私だって焼き餅ぐらい焼きますから。かわいすぎだろ。あの、なんで後ろ？チューしていいっすか？仲直りしちゃったんだ。ったく、誰のせいだと思ってんだよ。だって、いのちゃん見てるとうずうずしてきちゃって。私の友情を渡すんだもん。
いいでしょ、これぐらいの意地悪。渡すってお前のもんじゃねえだろ。でもこれで満足。ニノちゃん、ユイジのことよろしくね。はい。いやーよかった。俺ちょっとキラと兄弟になるのはあれだからさ。兄弟ってどういう意味よ。それはこれからの。ないから。寒いな。誰か俺を温めて。俺を笑うな。キラ君。キラ君、横にしないで。おいキラ。どいて。ユージ、ユージ、お前どうしたの、キラ。おいキラ、お前大丈夫か。ヤブくん、救急車呼んで。早く。ユージ。救急車。ユージ。ユージ。ゆっくりだよ。ユージ。いやでもレイちゃんがそばにいてくれて助かったよ。お願いします。状況は現着時 JCS1、血圧120-70、ハートレート120。じゃあ酸素投与と点滴用意、あとバイタルもすぐチェックして。はい。とレントゲン取りたいから放射線が呼んで。わかりました。キラー君聞こえる？うん。どうした？運動しちゃった。もう大丈夫だ。大丈夫。このぐらいの発作だったら命に関わることじゃないよ。なんだよこれ。あいつどっか悪いのか。俺何も知らねえよ。岡村、おい。なんだよ。ミノちゃん、逃げるなら今だよ。さっきは会いたけど、あなたたちは普通のカップルじゃない。ユイジは体に爆弾を抱えてる。こういうの何回も何十回も経験してきてるから、私たちにとってはこれが日常。でもニノちゃんにとってはそうじゃないけど、それが普通。ここから先はこういうのが日常だって思えないと無理。これが現実だから。矢部が泣くな。ごめん。君はいつも笑ってて元気そうだったから忘れてました、現実を知りたくなくて、どこかで見て見ぬふりしてた気がします。キラ君は泣き虫なんです。私はキラ君がとっても好きです。逃げたくなるようなことがあるかもしれません。でも逃げません。
さん。レイちゃん、ユイちゃん。今治療中で。そうか。よかった。はい。もう落ち着いてます。念のために3日入院してもらうことになると思います。はい。手術ですか？うん。でもユイジは受けないって決めてる。手術を受けても無事に退院できるとは限らない。うまくいかなかったら全部終わるんだよ。私も手術の時怖くて怖くてたまらなかった。ユイジの場合私よりずっと大きな手術になるし、その分リスクも大きい。もし同じ立場だったら私も受けられないと思う。どうか苦しいとこないか？ああ平気。うん、大丈夫か？悪かったな。親に気を使うな。気は使うだろ。さっきまでレイちゃんたちいてくれたんだぞ。ニノちゃん、岡村さんとこの娘さんだよな。うん。付き合ってんだって？ああ。おやじ、俺さ、やっと生きる意味が見つかったんだ。1月5日、私はキラ君と生きていこうと思う。先生、ミャー、これはどういう意味でしょうか？すげーじゃん、甘え。
綺麗ですね。ああ。ん？あのですね。なんだよ。あの時返信していなかったのですが、バレンタインのリクエスト。入院とか試験とかでもう1ヶ月近く遅れちゃってるんですけど。あれは冗談。奇遇にもうちパパもママもいないんです。2人で温泉旅行へ行っていて。いいよ。でもいいから。だったらね、うっかり日にち間違えちゃってて、来月だったのよね、パパ。お茶入れます。ママ、イノ、席を外してくれるか。ユージ君と話がある。行きましょう。ニノンさんとは真剣なお付き合いを。認めるわけにはいかないよ。すまない。俺には時間が限られてるからですか。やめなさい。でももういで。ママもニノンちゃんの初めての恋を応援したい。の気持ちも分かるのよ。イノは中学の頃から友達ができなくていつも一人だったのに、何もしてやれないのが情けなかった。だから君には感謝してる。イノに友達ができたのはユージ君のおかげだ。だからこそ、もし君がいなくなったら、あの子はどうなるのか、
君への思いが強くなればなるほど立ち直れなくなってしまう。やめなさい、言っても無駄だ。ユージ君が納得してくれたんだから。パパ、キラ君に何言ったんですか？ニノンも自分の未来のことを考えなさい。キラ君を傷つけるようなこと言ったんでしょ！私許さない。ニノンちゃん、パパは私はキラ君と一緒に生きていく！そう決めたんだから我慢しないで！パパ、ニノちゃん、放っておきなさい。でも彼は全部分かってるよ。でできるということを覚えておいてください。わかりますか？はい。岡村さん。ダメだ。全然つながんない。私のせいです。私が家に連れて行かなければ。そんなこと言ったってしょうがねえだろ。キラ探さないと。心当たりねえのか？公園とか動物園にもいなかったので。そっか。ああ、もうどっかねえのかよ俺。あ、ケイちゃんだ。あ、もしもし？私のメッセージも既読にならない。マジかよ。たく、ユイジのやつやべえよな。あいつもしかしたら死のうとしてるんじゃ。それはない。なんで言い切れるんだよ。わかるよ。あんなに苦しい治療しても必死に生きようとしてきた同志なんだから。そっか。あそこかも。昔からなんかあるとおふくろさんの墓参りに行ってたらしい。いますよね、キラ君。あの俺に行かしてくんないか。ここは俺に任せてよ。いや、もしかしたらこの辺にいて払って帰ってくるかもしんないし。でも俺話したいことあるんだよ、キラと。絶対連れて帰ってくっからな。よろしくお願いします。
返してください。か返してください。あ、うまいんだな。え、すげえじゃんお前。すぎけど、なんか刺さったよ。え、マジで？ああ、キラー。ホワイトデーとか鼻で笑ってなかったっけ？笑ってたな。変われば変わるもんだな。ニノが変えてくれたんだよ俺を。俺さ、ホワイトデーの時ニノにあげたいものがあるんだ。何？未来の約束。未来の約束？だ。あ、もしもし姉ちゃん、さ、頼みたいことあるんだけど。やべえ。岡村、目真っ赤だったぞ。超大事にしたいんだろ。なのに何泣かせてんだい。これ以上一緒にいたらもっと泣かせることになる。ニノの親父さんの言う通りだ。未来のないやつに恋愛とか無理なんだよ。ニノには未来がある。来年も再来年も10年後もそこに俺はいない。だからもうニノのことは避けてねえよ。これが現実なんだよ。
何が現実だよ、何が未来だよ。当たり前にそれがありゃ分かんねえんだよ。すげえだろ。俺だって岡村も玲ちゃんだって明日どうなるかなんて分かんねえだろうが。そりゃ確率は高いかもしんねえけど、明日も生きてるって言い切れるやつなんて一人もいねえよ。お前が10年後も生きてる可能性だってゼロじゃねえだろ。俺嬉しかったんだよ。お前が岡村と付き合うようになってから今まで絶対に言ってくんなかった本音みたいなのたまに言ってくれるようになって、俺今のお前が一番好きだ。だから大丈夫だ。キラはキラだから。説得力ゼロだぞ。せえな。やべえ。なんだよ。ありがとな。いてくれて。キラ、約束すんだろ。よし。おばちゃん、どこ行くんだ。来いよキラ。どうしたの？お出かけ？うん、うん、たまにはパパとデートでもしてあげようかなって。そっか。うん、昔はさ、よくこうやって二人で歩いたよね。うん、私パパと一緒になってよかった。もちろんいいことばっかりじゃなかったけど、パパとの時間は全部私の宝物だから。大切な人とつながって幸せな人生を盛り上げていってほしい。それだけなんだ。
から急げ、準備があんだよ。やべえ、早く、待て、早くしろ。はい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 。なんだよこれ。お待たせ。結婚式セッティングしろとか急すぎ。いやだってキラが言ってたの思い出しちゃったからさ、叶えてやりたかったんだよ。いきなり結婚式とかずいぶんすっ飛ばしたよね。え、いやだって未来の約束っつったらプロポーズだろ。ユイジ多分そこまで考えてなかったと思うけど。マジで。でもナイス勘違いだよ、矢部のくせに。ニノ。はい。ずっと一緒にいたい。俺ニノと結婚したい。のお嫁さんになりたい。ニノ、俺手術受ける。え？決めたから。ニノといる未来のために。俺の生きる意味はニノだから。ニノとの365日が何回も何十回も来るように。きっと来るって信じてる。泣くなよ。泣くな。
つも泣き虫なのはキラ君の方なのに。俺はもう泣かないよ。泣かないから。したの。大切な人とつながれたんだね。はい。やめくん、キラくんから手紙が届きました。マジで？おお、それそれ。二の絵、そっちはちょうど桜が咲いているんだろうな。
こっちはまだ寒いんだよ。寒いんだな。朝起きるのが結構きつい。いらしいな。少しずつアメリカの生活にも慣れてきた。言葉もそんなに困らないし、周りにいる同じ病気の患者の人も親切にしてくれるから大丈夫だよ。だけどやっぱり飯だけは合わないな。空港でニノが渡してくれたおにぎり、あれすっげーうまかった。こっちにおにぎり送って。すげーうまかった。大好きなキラ君へ。またまた手紙書いちゃいました。こないだ矢部君が、俺のヒーローはキラなんだ、だからあいつが主役の漫画を描くって言ってました。書いたらキラ君に送ってくれるそうです。期待して待っててくださいね。そうそう、それとビッグニュースがあるんです。なんと矢作さんと矢部君が付き合うことになったんですね。ビッグニュースでしょ。私もびっくりです。あの二人が付き合うだなんて。ニノへ。前の手紙から時間経っちゃったね。たくさんの手紙ありがとう。いつも夜になるとニノが送ってくれた手紙を読み返してるんだ。するとね、すごく勇気が出てくるんだ。ニノ、来月に手術することが決まりました。ニノ、心配しないでね。俺は絶対帰るから、必ず帰るから。ニノの笑顔をもう一度見たい。ニノと一緒に手をつないで学校へ行きたい。ニノを抱きしめたい。また手紙書きます。先生、行ってきます。君と一緒にいると言ったあの日から365日経ちました。んだよ。押せよ。10月5日、これが今日のキラ君です。今まで君が泣いた分取り戻す。
Dad.